中深入りや深入りで蒸らしのお湯をかけた時にできるカニ泡をですね、なるべく抑えるというお話をしたいと思います。カニ泡っていうのはですね、こういう感じのやつですね。ちょっと今わざとかに泡ができるような入れ方をしています。このブクブクブクってやつですね。これがカニ泡って、まあ、俗に言ってるやつですね。中深入りや深入りでガスが多い粉の時にこうできやすいやつですね。 これはなるべく押さえていきましょうと。これできると、あのー、今ご覧になったようにですね、凸、あ、凹、のー、ココができたりする。でまあ、そうすると中にですね、えーと、やっぱり空洞ができてたり、いろいろするんで、次の本抽出をやったときに、えー、ムラができやすいということですね。これをちょっと防ぎたいと思います。まず粉はですね、細引きよりも中引きぐらいの方がいいですね。で、温度、油温ですね、これをですね、下げます。 88度や87度でもいいなっていうようなやつでも新鮮な豆の時は少し温度を下げて86度とか今回ちょっと86度でやってみますで粉は中火きですねで注ぎ方なんですけどもまず真ん中に細くゆっくり真ん中の一番層が厚いところに対して真ん中を刺すっていう時間を少し作ってから少しずつ外側に回していく。 これ細くですねゆっくり丁寧にやって均一にドームを作るそうすると表面だけはまあポクポクってこうできるけど、まあ、あとはですねもうできないなるべくこうそのさっきみたいなブクブクブクっていうかにやわを抑えるっていうのがまあこれでですねできるようになりますこうするとでこぼこがすごく少ないえ均一なドームができるんで次の本抽出をやるときにも、えー、均一に 刺、ねえー、してずっと円を描いて抽出ができるっていうその下準備になります。さ本抽出ですね。下準備のドームがきちっとできているんでここの本抽出も非常に均一性が保たれた、えー、抽出になります。とっても抽出しやすくなりますね。ムラができにくい本抽出になります。 こ,この本抽出のイオンはもう高くなってても大丈夫です。はじめの蒸らしのイオンだけ少し下げてあげるそういうふうにすると均一性が取れた蒸らしのドームができます。 はい、抽出終わりましたとても綺麗にですね均一性の取れた抽出ができたと思いますそれでは泡を取って、えー、味見をしてみたいと思います とてもクリーンでコクマロな味になりましたねご参考になればありがとうございます